チゴル。今日は、コースで、どうしても、スライスが止まらないとかフックが止まらない日ってあるじゃないですか。あります。その時に応急処置的なことをちょっとお教えしたいと思うんです。まあ、あくまで応急処置なんで、まあ、ちょっと参考程度にちょっと見ていただければなと。でまず最初に、はい、どっちからいきましょうか。スライス。じゃあスライス。じゃあスライスが止まらないときにどうした方がいいかっていうと、これまっすぐ構えてる状態だとするじゃないですか、はいはいはい、これをちょっとこうかぶしてあげるんですよ。この状態で構えてあげて、このまま打つんじゃなくてこの状態から手首を戻してあげる、はいはいはい、それで打つとスライスが止まります。これがまっすぐだとしたらこうするじゃないですか、はいはい、ちょっとここで正しく閉じるように持って、ここで普通にグリップして、でこれを戻してあげるんですよ、はい、でこれで状態で打つと、この状態で打ってみますね、はい、これがまっすぐだとしたら、この開いた状態 でこれをここで普通に握ってあげたのをまっすぐ戻してあげるだけでフックは止まります。ちょっとやってみます、はい、開いて構えて普通に握ったのをこう戻す、いきます。めちゃめちゃスライス。これはあくまでも応急処置と。そうですね、あくまでも、まあ、応急処置なんで、どうしてもコースでフック止まんなかったりスライス止まんなかったりしたりしたら、やってる人も、一つの応急処置の方法としてやってみてください。この動画よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。イチゴル。